首都圏の通勤電車混雑ランキングトップ5。5位、東西線。手を離してもバッグが落ちないほど超満員。4位、総武線。満員電車すぎて逆に楽。自分の足の力を使わないで立っていられるから。3位、埼京線。毎日乗っている人はメンタルがすごくて尊敬したくなるレベル。 2位、湘南新宿ライン。満員で体が浮いてしまう不思議体験ができる。1位、山手線。満員だけでも辛いのに始発から酒臭い謎の現象が起きることも。